この物語はフィクションである。作中のいかなる人物、思想、事象も全て紛れもなく、お前の現実に存在する人物、思想、事象とは無関係だ。だが忠告はしよう。関われば例外なく茨の道を行くことになる。この光景を見ているお前は、それでもこの物語に参加したいということかな。確かに見たぞ。お前、選択したな。この同意を得られなかった側に、お前のような人間がまだ残っていたとは。待っていろ。会いに行ってやる。すぐに始末しろ。よし、逃走開始だ。行くしかない。慌てないで、今なら逃げられる。アタッシュケースはこっちで回収しとくわ。落ち着いていこう。お前ら怪盗ジョーカー、戦力比較問題なし。ジョーカーそのまま倒しちゃって。来い、アルセール。仕留めるぞ、ペルソナ。いやてるな。なっ、
ジョーカー気をつけて、なんか変なこと起きてる、危ない。じゃあホームルーム終わりね。進路志望調査のプリント後ろから回して。あ、
名前書いてるか確認してね。当たり前のこと言うけど、ネットで使ってるアカウントとかじゃなくて本名よ。私だったら片山久美、いい？こんなことから言わないとこっちの説明不足になるってさ。名前書き忘れないでね。出会えたようだね。ならばようこそ。君が見ているこの光景のことはベルベットルームと呼んでくれたまえ。ああ、自己紹介が遅れたね。私のことはイゴールと呼んでいただこう。そしてこの者の名はメロペ。私に仕える従者だ。メロペである。よろしくお願い申し上げておく。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。君は何らかの形で選択をしているね。故にこの場所に客人として訪れている。その通り、我々は君を客人として歓迎しているのだが、無自覚とは。なるほど、この部屋のありようを見ればそれも合点がいくね。例えるなら、心の海に開いた海底トンネルとでも申し上げておく。だが君は自らの意思で知りたいという欲望を示してみせた。かような世界の人間でありながらだ。今はそれでよしとしよう。それではこたびはこの辺りで。ああ、すまない、最後に一つだけ。無欲は時に君が君自身を放棄することにもなりうる。かような世界にあなた様のようなものがある。ゆえの主からの忠告、心得ていただきたい。お引き止めして悪かったね。それではまた。どうしたの？急にぼーっとして。進路のところはチェックつけてないけど。新井さん、どうかした？あ、片山先生。チェックついてない子は今回は特に死亡なしってことらしいから、もらっていくね。
先生、例のあれ出たね。怒ってる。じゃあホームルーム終わります。あ、そうだ、最近また例のファントムって事件、被害に遭う人増えてるみたいで、泣き寝入りしかできないって話だし、そのせいかぼーっとした子も多くてさ、みんなも浮かれて標的にならないでね。ただでさえ枯渇の制服って街中で目立つから。じゃあ今日は終わります。だからそっちが歩きながらスマホいじってたからぶつかりそうになったんでしょって話をしてて。あ、君ちょっと。いいわ、行きなさい。今度から気をつけてね。ごめんね、ホームルーム終わったばっかなのに。すぐ済むから。さっき目の前で見ちゃったからさ。白紙の進路志望調査書、本当に何もないの？将来の希望とか何でもいいんだよ。そう、それ、はあ、でもこれも私ら大人がこの子らに何も見せてあげれてないからで。大丈夫、予定外だけど入れとくか。ああ、進路さ、何かあったらいつでもいいから声かけてね。話聞かせてくれてありがとう。気をつけて帰りなね。あ、またアップされてる。謎の液体かけてくる迷惑男でさ。うわ、動画もガチじゃん。もう誰かがマガ通信に送ってるみたい。マガつかみのファントム認定出るかもね。てか、こういうの事件になんないの？警察動けよって話。わかんないけど無理なんじゃん。ファントムに会ったら仕方ないって諦めるしかないっしょ。おしゃべりなら学食でなさったら。廊下は走らない。種村先輩と喋っちゃった。腹筋でお嬢様とかマジ漫画っしょ。憧れる。まったく。
あなた、大丈夫だった？通れなくて困っているように見えたから。礼はいらないわ。私は風紀委員の役割を果たしただけ。利己的とでも言うのかしら。周りの迷惑を考えない子、最近多くて。あなたも自分で声をかける選択を忘れない方がいいと思うわよ。人には自分の意思で動く力があるのだから。ごめんなさい、余計なお世話だったかな。私はこれで。本当にあいつなのか？例外なく取られているようだが。まもなく発車します。閉まるドアにご注意ください。飛び降り？ああ。まあ、けどあの高さなら助かるんじゃね？でも気持ちわかる。生きててもいいことないし。つか、動画撮っときゃよかった。取られていながらも己の意志に疑問を抱くことができるか。見つけたぞ。
やっぱりお前でよかったんだな。約束通り会いに来てやった。一つ忠告してやるが、見えてないってことと、もともと備わっていないこととは別物だ。わしにはお前が前者であってほしいと願う欲望がある。おい、そこを見ろ。何を。マジ危ない。無作為の侵入にしてはいい場所を引き当てたな。よく見ると悪くない面構えじゃないか。ふむ、意識は混同してないようだな。知りたいという欲望を抱きつつあるいい兆候だ。それでこそ会いに来た甲斐がある。お前の名前は知っている。わしのことはルフェルと呼んでくれていい。敬意を込めてな。名前呼ばんのか。人間の自己紹介としては完璧だったはずだが、まあいい。お前もまだ困惑してるのだろう。ただ今は時間も限られている。端的に説明するぞ。ここはお前の知る現実の世界ではなく、別空間の異世界だ。人々の集合的無意識、要は大衆の心の世界といえば伝わるか。今現実世界では様々な欲望が失われつつあり、この世界が禍々しくも崩壊しそうな形容をしているのもそのせいだ。まさにお前が今抱いている知りたいという欲望もそうだが、それらもすべて気づかぬうちに誰かに取られているとしたら、信じる信じないは任せる。だがお前も例外なく取られているぞ。これからその脱却の手引きを。どうやら感づかれたらしい。場所を変えよう。まずは脱出を優先する。あとは進みながら説明させてもらう。いいからついてこい。今はわしを味方だと思ってくれていい。進むぞ。こちらだ。先ほども話したが、現実世界では人々の欲望が奪われつつある。お前も感じたことはないか。誰かのせいで仕方ないと諦めたり、
自らの思考に反して意志が消えゆくことを。欲望と聞けばマイナス面を想起しがちだが、つまりは生きる原動力でもある。それを放棄したり、あるいは誰かに奪われ続けたりすればどうなるか。お前も見ただろう。希望さえ抱けなくなった者が身を投げた姿を。もちろん今すぐに世界が終わるなどという話ではない。だがそれは徐々に確実に人々を蝕み、世界を終焉へと導いている。そして欲望が搾取されている原因は、ち、やはり立ちふさがるか。シャドウだよ。わかりやすく言えば敵だ。わしらを殺しに来てる。奴らに善悪はない。欲望のまま人間を襲う。だがまだ本来の姿ではないな。現実の何者かの強い影響を受けている。駅の周辺で欲望が枯渇していたのもこいつらのせいか。こいつらシャドウは人間が欲望を奪われている原因の一つだ。とにかくお前は逃げろ。見てないってことと、もともと備わっていないこととは別物だ。今のお前は本来のお前ではないとしたら、あなたも自分で声をかける選択を忘れない方がいいと思うわよ。お前には取られているものがある。それは本来お前のためだけにあったもの。無欲は時に君が君自身を放棄することにもなりうる。自己を偽り忘却し、己が意志を捨て続ける。今のお前は自身がどう見えている？どうする？ここで物語の結末を迎えるというのなら、それもまたお前の選択。今一度お前に問おう。取られた側のまま未来すら手放し、命をも捨てる。その選択で良いのだな。そうだ、その選択を聞きたかったのだ。お前。
己の意志で無欲と決別して見せてくれ。選択したのであれば掴めるはずだ。恐れるな。誰に何を言われようと、見えているなら掴み取ればいい。まさか。よもや今日という日を迎えられようとはな。我が名はヤノシク。その魅力で荒ぶる欲望を滑る者。今より我らはこのベルトさながらに固く結ばれることに。クラエゴ。さあ契約だ。我は何時。溢れ出る生命への強き渇望。聞くまでもないが、戦うということで良いのだな。クライオン。さっきとはまるで別人だな。いいだろう。あの姿は迎撃態勢だ。殺すために本気を出してきて、死にたくなければ武器だ。その手にある武器で敵を切り刻め。終わりだ。ここまでか。抵抗は許さない。あの敵をどうしてやりたい。その欲望を力に変えて放ってやる。いただいていく。ご苦労。行くか。終わったな。順を追って手ほどきしてやるつもりだったが、まさか自分でペルソナを覚醒させるとは。そう、お前が先ほど見せたあの力のことだ。ペルソナとはもう一人の自分。自己の真の欲望と向き合うことで顕現する。搾取され続けるこの世界で、誰もが己を見出すことさえ困難だが、やはりわしの見立てに狂いはなかった。お前はこの世界の希望になれるかもしれん。もうお前は取られている側ではないということだよ。先を急ぐぞ。ここはまだメメントスだ。いつシャドウに襲われてもおかしくない場所だ。いろいろと聞きたいことがあるだろうが、今は脱出が先だ。わしも
ここで死んだらお前の質問に答えてやることができなくなる。察しが良くて助かる。お前、走れるな。今の戦闘で他の敵にも感づかれただろう。急いだ方がいい。急いでいるというのに。だがちょうどいい。効率のいい倒し方を教えておく。え？何番？戦いはこうやる。見て盗め。敵には弱点があるやつもいる。弱点をついて敵をダウンさせる。その隙をついてさらに動く。任せろ。受けてみろ。ご苦労。行くか。でかいのが来ているな。わしが目星をつけていたやつかもしれん。お前な。いや、ペルソナ覚醒から立て続けの連戦だ。疲弊するのも当然か。渡しておく。いざという時は回復に使え。行くぞ。エントランスが近い。出口はもうすぐのはずだが。止まれ。いるのは分かっている。隠れているつもりなら無様だぞ。あ、いや、予想と違った。こいつはわしが感知していたやつじゃない。だがこの近くで欲望が奪われていたことに深く関わりがありそうだ。異世界と現実世界は平行に存在しリンクしている。つまりこいつに欲望を搾取され現実で命を奪われた人間がいるかもしれないってことだ。ほう、何か心当たりでもあるようだな。だがこの雰囲気、敵も一筋縄ではいきそうにない。
私も。ノブロイを出す。忠告しよう。わしらは全てをなくしてここにあるもの。立ちふさがると言うなら、全てを奪って進むまで、お前の敗北を赤く彩ってやる。目にもの見せてやれ。行くぞ、気を抜くな。回復だ、回復しろ。使うぞ。強力な攻撃が来る。防御しのぐんだ。いただいていく。わしのペルソナ。これでも食らえ。約束通り、これからお前の敗北を彩ってやるわけだが、お前に見せ場を譲ってやる。欲望のままに決めてくれ。いただいていく。あるじゃないか。見事なとどめだったぞ。この戦いは異想外だったがな。異想外だよ。思いのほかという意味だ。最近の人間はこの語彙を使わんのか。わしの知識も改める必要があるな。あわよくば例のやつとの鉢合わせを期待したのだが、やはり情報を集めなくてはな。だがお前の実力を知ることができたのは大きな収穫だ。あれならすぐにでも仕事を任せられる。出口はすぐそこだ。詳しいことは脱出してから話そう。シャドウ。いや、あのシャドウからは敵意を感じないな。シャドウにはまだ謎も多い。姿形は決まっておらず、光線的なものもいれば人間に好意的なものもいる。
奴らは強い欲望に惹かれ異世界を跋扈する。ゆえに対象が人間であってもその者の欲望次第では服従させることや取引することも可能ということだ。どうやらわしらにあの品々を売りつけたいようだ。なんとも商売熱心なシャドウよ。時間があるときに立ち寄ってやる。先を急ぐぞ。その欲望は結構だが、今は脱出が最優先だ。変わっているのが気になるか？説明してやろう。異世界ではわしらの強き欲望が作用されて、いや、初めましてな顔をするんじゃない。さっきペルソナを見せ合った仲だろ。ご名答。わしがルフェルだ。だからさっきそれを話そうとしたんだが、まず異世界で服装が変わるのは本人の強き欲望の意志の象徴だ。異分子のわしらが敵対者に感知された際にまとう心の鎧、そういう認識で構わん。まあわしも全てを知っているわけではない。反逆の精神の現れという説もあったりでな。現実と異世界で姿が違うのはそういうわけがあって、悪いが今日は一旦解散だ。目立つことは望んでいないからな。その知的欲求は良いことだ。しかしお前相当に疲弊しているだろう。ペルソナ覚醒もしかり、先の戦いもあった。かえって英気を養っておけ。心配せずとも、またすぐに会える。お前には頼みたい仕事があるからな。わしはわしで調べておきたいことがある。それを終えたらまた出向かせてもらおう。
バンシャンバン。お得意様が頼りっちゃね。また来てね。暴いてやる。こんばんは、と申し上げておく。さよう、私めにご用の際は、その言葉で呼びつけていただきたい。今のあなた様はご自宅で就寝中。それを承知していながら恐れいるが、主からのお言葉をご案内させていただく。一刻も早く君に忠告させていただきたくてね。その前に感謝申し上げるよ。再びお目にかかりたい私の欲望を叶えてくれたね。そればかりではなく、君は私に別の可能性を見せてくれた。知りたいかね？結構。君の見出した可能性は、無意識の深層にある生命への渇望。
誰もが当然に持ちうる思想ゆえに最も防止される原始的欲求とも言えよう。そのあふるる活力は自分以外の他者にさえ忘れていた欲望を呼び起こす可能性を秘めている。ゆえにいずれ訪れる君との別れがとても残念でならない。あなた様は破滅すると申し上げておく。忠告すると言ったはずだよ。先ほども言った別の可能性、欲望を抱く者同士が関わりそれを育み合う相互作用。君はすでに私にそれを見せようとしてくれている。今は理解できなくてもいい。だが君が破滅を受け入れがたいと思うなら、かような世界にありながら欲望を抱ける者たちを見つけ、君の中にある欲望を鍛えるといい。ということでメロッペ、彼のサポートを、役割は理解しているね。コンシェルジュを務めます。メロペと申し上げておく。今宵はここまでと申し上げておく。またお目にかかりたいものだね。おはよう。挨拶よりも己の知りたい欲望を優先させている。結構なことじゃないか。ペルソナを覚醒しただけのことはある。約束したからな。お前の疑問に答えることや頼みたい仕事についても詳しく話すと。目覚ましが鳴る。ということは登校の時間が迫っているのか。お前には学生という本部もあるだろうし、学びの欲望を阻害することはわしもしたくない。ならば、ふむ、改めて昼下時にでもお前の学校に出向いてやろう。昼毛が通じない。昼毛とは昼食、昼休憩のことだ。昨今の人間はこの単語を使わんのか。まあいい、お前とはビジネスパートナーだ。互いに少しずつ理解を深めていくとしよう。詳しくは昼下の際に話すが、お前の昨日の活躍は見事だった。ゆえにわしはお前に可能性を感じている。この欲望が失われつつある世界で救世の導き手となるのか、はたまた最悪の導き手となるのか、何にせよお前の行動に期待しているということだ。我は汝、
汝は我、汝、新たなる欲望の共振をつかむ。それはすなわち破滅の宴会へと抗う生命の芽吹き。我は汝らの欲望の共鳴にさらなる成長を求める。それにしても殺風景な部屋だな。欲望を叶えんとするわしらの拠点ならばもう少し彩りが欲しいところだが。話の途中で悪いが、そろそろ奴が来る時間だ。また後で学校で会おう。期待はしておいてやろうか。